情報を欲している人がいるから、アクセスが増えるから、世の中に必要な記事だから、視聴率が取れるから。記事やニュースを出す理由は様々だ。それぞれの媒体がそれぞれの大義名分を持って取材活動をしている。写真、別室で代表質問に応じるドルーリー、体制の報道陣とカメラに囲まれ、全国女子駅伝で8人抜きの美しい階層も見る。 1>, 1月14日に京都で開催された全国女子駅伝での一部報道陣の姿勢は少々不可解なものがあった。傷ついたドルーリー選手に寄り添う主催者、大会に先立って行われたオンラインでの記者発表で、それは起こった。まず主催者から取材での注意事項、選手のプライバシーへの配慮を求めるお願いなどがされた。反論や異論を挟むものではない、 ごく一般的な内容だった。加えて昨年のこの大会で3区を走り、17人抜きで区間心を出したドルーリー・シュエリ選手の取材対応について説明があり、個別取材は禁止で、その代わりに共催者、テレビは NHK、連は京都新聞、が開会式、閉会式後に別室でそれぞれ代表質問をすると説明があった。 他の選手や関係者は開会式や閉会式の会場で取材をさせてもらうのだが、騒ぎや混乱を避けるためにドルーリー選手はそのような対応が取られることになった。別室での共催者による代表質問という形は、本人の負担を軽減するために主幹の京都立教、そしてドルーリー選手の地元の岡山の関係者が話し合って出されたようだ。 レースへの意気込みを文書で発表することもできたと思う。しかし報道陣を避ければ、会場外で追いかけられる可能性もあると考え、リスク回避のために取材に応じることにしたのだろう。代表質問の後に内容を共有してもらえるなら問題ないのでは、と呑気だったのは筆者だけだったようだ。異様な雰囲気だった記者発表の質疑応答。質疑応答に入ると、 それまでの空気が一転した。10問以上寄せられた質問の大半がドルーリー選手の取材の件だった。質疑応答は確実に共有されるのか、代表質問をする者以外も別室に入れてもらえるのか、カメラは宙に入れないのか、テレビとペンの取材はきちんと分けられているのか、主催者は穏やかに一つずつ丁寧に応じていたが、一人の選手に固執する一部メディアの姿は異様に見えた。 記者発表の終了後、主催者はその件について話し合いを行い、前者から事前に質問を受け付けると発表した。質問送付の締め切りは30時間後になっていた。質問が殺到するのではないか、という主催者の心配、不安は気由に終わった。質問を送った社はテレビとペン、新聞、雑誌、合わせて本当にわずかで、 縁に関して言うと陸上専門誌1社、岡山の地元誌、兵士、そして共済者の4社のみだった。記者発表で質疑応答での異様な熱意、一方でそれに相反する質問の少なさに主催者と共催者が表紙抜けしたのは想像に難くない。取材する側の権利と義務、我々には取材する権利がある、と言わんばかりに権利を主張する一方で、 質問がないというのは矛盾しているように感じられた。もちろんスポーツ現場の取材時には、時間制限などで質問ができなかったり、他の記者と質問が被ってしまうケースも多々ある。質問したくてもできない場合ももちろんある。しかし今回に限って言えば、質問送付まで1日以上あり、送った質問は全て代表者が質問してくれる状況だった。取材したいが質問はない。 質問はないが取材はしたい。誰かが聞いた質問で記事を書く。自分が聞きたいことを誰かが聞いてくれるはず。そもそも取材は対象者に聞きたいことがあって成立するものだと思う。この件の一番の被害者は、特に聞きたいこともないけれど、とりあえず取材したい。写真だけ撮りたい。記者たちに囲まれて取材を受けなければならない選手本人だ。 主催者がそういったメディアを排除すればいい、記者対応をしなければいい、という意見も出るかもしれないが、主催者が対応できない場所で選手を追いかける可能性もあり、なかなか難しい問題だ。辛かった気持ちをとろしたドルーリー選手、報道陣を前にしたドルーリー選手は剣をぎゅっと握りしめ、緊張した面持ちで一問ずつ丁寧に応じた。 1> ここ一年の加熱報道に対しても言葉を濁さず、はっきりと意見を口にした。昨年のこの大会で注目をされて、SNS やメディア報道などで大変な思いや辛い思いをしてきました。でも身近な人や岡山県の陸上関係者の方々のおかげで競技に集中できる環境を作ってもらえました。短い言葉だったが、彼女がどんなに傷つき、 周囲の人たちが全力で彼女を守ろうとしてきたかが伺えた。緊張したやりとりが続く中で、笑みが出たのは、憧れで目標にする田中望美選手の話題が出た時だ。レベルが高い選手と同じ区間を走れるのは楽しみで、ワクワクしています。レースでは田中選手が20位でタスキを受け取ったため、27位でスタートしたドルーリー選手と並走する機会はなかったが、 レース後に話したり、写真を撮る機会があったという。田中選手は、憧れで目標の選手。走りもとても格好良い。それにトップ選手は自分のことだけではなく、他の選手への気配りもできる。自分も見習いたいです。その田中選手は、私が中学生の時に区間賞を取った時はドルーリーさんほど注目されませんでした。 メディアによる取り上げ方が私の時よりしんどいと思います。大変だと思うが、のびのびと陸上を楽しいと思いながら、長く続けてほしいです、と後輩を気遣いつつ、囲んでいた報道陣に対してさりげなく釘を刺したように感じた。ちなみに京都立教の広報部のスタッフは普段は地元の中学校などで教鞭をとる先生たちで、普段接している生徒と同じ年頃のドルーリー選手が、 過剰な過熱報道により傷ついたことにとても心を痛めていた。楽しかったな、またこの大会に出たいな、と良い思い出を持って帰京してもらいたいんです。と広報部のスタッフは話していたが、ドルーリー選手が田中選手や他の選手と交流し、励まされ、楽しい思い出を作れたことに安堵しているのではないだろうか。レース当日、 フィニッシュ付近のスタンドに岡山のチームメイトたちと一緒にいるドルーリー選手の姿があった。アンカーの縦坂志保選手が戻ってくるのをワクワクした表情で待ち構えていた。競技場に入ろうとした彼女たちは係員に注意されると、怒られちゃった、というような表情を見せ、指示された場所に笑顔でかけていった。ドルーリー選手が楽しく、活発にいられる場所を我々が奪う権利はない。 彼女に限った話ではない。話題性があるから、アクセスが増えるからという理由でメディアが選手を追いかけ回すのは以前から問題になっている。SNS の普及により、何気ない発信が選手たちを苦しめることもある。どうして取材するのか、何を伝えたいのか。自身も含めてメディアに携わる人間は、もう一度考え直す必要があるように思う。